じゃん、こんにちは、はい、さやたかさん、6月が終わって7月、はい、まあ、今年もね、下半期突入ということで、そうだな、早いものですけれどもね、はい、なので、6月の今日は、はい、月間の監督総評を行いたいと思います、はい、まあ、6月といえばやっぱり交流戦がメインだったので、そうだ、ね、交流戦の、ね、成績によってどうしてもセリーグパリーグの各チームのこう、ね、月間が変わってくるんですけれども、はい、まずはセリーグから、はい、でセリーグ現在の順位ではなくて6月の月間順位というところから見ていくと、まずは DeNA が一番良かったと、うんうん、というところで三浦監督なんですけれども、5月は3位、そこが一気に月間で1位と6月になりました。まあ、そうだな、はい、まあ、交流戦良かったっていうことがあったし、はい、あとはやっぱこう石田の使い方だとか、はい、まあ、ジャクソン、ケイ、はい、まあ、この外国人2人と石田っていう、こう活躍が目立ったよね。そうですよね。だからまあそういう意味ではそのやりくりっていうのは、うん、すごくうまくいったのかなっていうの感じはする、ね、うん、ピッチャーとしての投手陣のやりくりっていうところは、やっぱりチーム防御率が3点台から2点台になったっていうのはコーチ陣や三浦監督の、まあ、そうだね、はい、まあまあ、ただウィッグを後ろの使ってるけど、はい、まだやっぱ安定性に欠けるし、うん、まあ、矢崎と伊勢がいないっていうのはやっぱりまだ辛さはあるけどもね、はい、だけど先発ピッチャーが安定して投げてくれてたし、うん、まあ、なんとか後ろの方はやりくりでね、うん、こう逃げ切ったりとかしてたけども、うん、安定した感じはあったよね、うん、まあ、もったいない試合もあるけどもね、うん、まあ、だけどまあよく言ってもしょうがないし、うん、ただ佐野を休ませたりだとか、そうなんです、逆に筒香を休ませたりだとか、はい、まあ、これが余裕なのか、うん、まあ、余裕なんだろうな、うん、まあ、それは全部が出れるわけないからね、外野手って3つしかポジションないから、はい、だからその中で多少余裕もありながら刺激も入れながら、うん、で使われた佐野はなんかな、やっぱ打たなきゃ使われないということで、うん、まあ、そういう刺激にはなってるんだろうなっていうふうに思うし、ですよね、だからまあ筒香が入ってきた、まあ、渡来が2軍から帰ってきた、うん、まあ、余計にその厳しさを増した外野手の、ね、争いが、はい、まあ、そこら辺がうまく、うん、まあ、機能をさしてるなっていうふうには思うけどもね、そうです、まあ、桑原もなんかこう非常に生き生きしだしたしね、うん、だからそういう意味ではすごく良かったかなと思うけど、そうですよね、うん、あの出だしは3月4月は DeNA というと月間順位表だとまあ5位なので、あの、まあ、三浦監督の采配だったりとか、はいはい、まあ、そういうことも言われた時期もあったんですけれども、まあ、まあ、そうだね、6月はどうでした、見ていてそういう意味では試合の雰囲気とか。まあでも DH をね使えると余計に得だしね、うんうん、確かに、あの打てるバッターってたくさんいるし、はい、そういった意味では交流戦があってよかったね。確かにそうですよね、うん、チーム的には助かったとかよかった、まあ、例えばオースティンがね、うん、DH に回ったりだとか、はい、そういうこともできたし、うん、筒香もそうだしね、うん、だから休ませたいなと思ってる人間が DH に入って、はい、休みを入れながら、うん、まあ、戦えたっていうのは大きかったなって思う。そうですね、はい、さあ6月月間2位はヤクルトの高津監督ということで、はいはいはい、これ5月、3月、4月ずっと最下位だったんですよね。でここに来て2位に月間では入りました。高津ヤクルトはどうでしたか。まあだから一番良かったのは石川が勝ったということ、はい、奥川が勝ったということ、はい、山野が投げて勝ったということ、はい、とかいろいろこうなんていうのかな、初勝利をした人間が多くて、はい、だからすごくそういう面では新鮮であったよね、ピッチャー陣が。うん、そうですよね。だからまあその中で吉村とか、はい、しっかり投げれたし、うん、だからまあある程度は戦える投手陣になってきたのかなっていう、うん、まあ、それとその抑えにね田口が戻ってきたりだとか、はい、まあ、そういうこともあったし、だからやりくりはやっぱその前の月の再開とかいうよりも全然やりやすかったと思う。あ、まだ駒がいたから。そうですね、戻ってきたという意味で。 そう、うん、まあ、それと丸山がね新一番に座ったりだとか、はい、まあ、いろいろしてくれたおかげで打線のつながりも良くなってきたし、うん、打者はすごく安定的に働いてくれたしね、うん、だからそれはやっぱ勝つだろうなって、勝てるような雰囲気になってきたもんね、うん、だから高津監督の表情も徐々に明るくはなってきている。いや、それはもちろんもちろんもちろん、うん、
ただちょっとキャッチャーが苦しいな、うん、怪我がちだとか、はい、中村もちょっと使えない時期もあったし、はい、まあ、その時に松本がすごく頑張ってくれたりだとか、うん、まあ、したけどもね、うん、だけどキャッチャーに怪我人が多いっていうのがまあ気になるだけで、はい、まあ、他はやっぱこうもう少し村上の率が上がってくるといいなとは思うけどね、うん、あのキャッチャーもね取りましたしね、まあ、取ったけどな、はい、でも、 もっと いたようなイメージだったんですけどね、松本選手とかいや、キャッチャーはいいいいよ、うん、内山とかいるんだけども、はい、まだまだちょっと時間かかりそうだしな、ね、内山選手、あと下からね松本選手だったりとかもありましたけれども、ね、だから取ったからってすぐ使えるとは思えないし、うん、まあそうか、だから、まあ、そこら辺のちょっと苦しみはあったにしても、うん、まあ、一時期よりはやっぱ打てるし、うん、投げれるし、うん、っていうことでチーム状態はすごく上げた月だよね。そうですよね、はい、高津監督とかコーチ陣も6月は非常に戦いやすかったのかな、まあ、そうだね、そうだな、うん、だからまあ計算がこう成り立っていったっていうかさ、はい、だからもう突発的なことがないから、うん、高津監督もやりやすかったと思う。あ、そうなんですね、うん、采配という意味でもピッチャーの系統だったりとか、まあ、それはすごく計算通りにいった試合があったと思う。うん、さあ続いて月間では3位の広島、はい、新井監督なんですけれども、まあ、5月はトップを走っていたんですが、6月がちょっと、まあ、3位ということなんですけども、新井監督、6月の戦い方っていうのはどうでしたか？まあ、打てないからな、打ってるチームっていうのは DeNA、ヤクルト、うん、まあまあ、この2つぐらいしかなくて、あとはやっぱ打撃に苦しんでるんだけども、はい、広島、そうですね、特に打率がっていうところで、まあ、そうだね、だからまあ5月はすごく打ったんだよね、はい、みんなで打ちましたね、うん、だけど、まあ、6月は打てない分だけ、そのやっぱこう足を使ったりだとか、まあ、いろんなことはしてたけど、やっぱり良かったのは先発ピッチャーの安定度だな。そうですね、やっぱ床田も安定してるし、栗も安定してる、まあ、何より大瀬良がね、そうですね、ノーノーやってから非常に安定してるというね、だから先発ピッチャーが良かったな。そうですね、打つ方はね、ちょっと末金選手がいなくなってしまったりとか。そうだな、でも打てない時にはどうやって勝つかって守り勝つ、はい、まあ、その中で相澤の起用法、うん、はい、まあ、これは新井監督がうまかったなって思うよね。そうですね、うん、やっぱ彼がマスクかぶとはちょっと一味違うなという、うん、まだまだね、はい、まあ、そういうところも見せてくれたし、うん、だから相澤の存在っていうのはでかいよな。大きいですね。で、まあ、坂倉選手をファーストに置いてっていう形ですね。まあ、そうだね、うん、まあ、石原もうまいこと使いながらっていうようなね、だからやりくりでなんとかしたなっていうの感じがするな、うん、新井監督の。そうですね、あと6月は数試合ですけれども、例えば矢野選手をスタメンからちょっと外して、そうすると矢野選手がそこで悔しい、出たいっていう気持ちでまた戻ってきていいプレーをするっていう、まあ、そうそのなんかカンフル、なんて言うんでしょうね、そういう飴と鞭ではないんですけれども、まあ、刺激を入れるよね、はい、うん、だからまあいいと思うよ。あとはやっぱ中継ぎ陣ちょっと疲れてきてんな、ちょっとね5月走った分疲れがちょっと見え出してきてるなっていうような感じをする、うん、だからここら辺でちょっと一回リフレッシュさせるか、オールスターまで本当に鞭入れて頑張らすのか、うん、ここら辺は7月の難しさになってくると思う。そうか、特にね、うん、6月どうしてもこう点差がそんな開いてなくて終盤までずっと接戦になると中継ぎが、まあそうだな、うん、だから島内、栗林、はい、森浦は元気そうなんだけど、うん、なんか後ろ2枚っていうのが、はい、なんかちょっと疲れてきてるんで、うん、この後ろ2枚っていうのはオールスター出るでしょ多分。あ、そうしたら使われるとまた、ね、疲労が抜けないまま後半に行くっていうさ、はい、まあ、シーズン中だから疲れが抜ききれることはないんだけど、うん、だからまあそこら辺ちょっと考えてあげた方がいいな、使い方を。そうです、それが一回放牧しちゃうか、ああもうちょっともう休んでというふうに、うん、でしちゃうかね、うん、この梅雨時期に、はい、外の球場だから、うん、まあ、中止があるじゃない。ありますね、うん、だからそしたら1日得するし1試合得するし、うん、だからそういう考えでもうちょっと1回放牧するか、うんうん、まあ、そのぐらいの考えを持ってもいいぐらいの、うん、まあ、疲れを持ってるだろうなっていうふうには想像する。そうですよね、で考えるとね、6月ちょっと先月からは3位になっちゃったので、はい、まあ、7月がどうなるかっていうのも、まあ、ちょっとね、まあ、オールスターまで頑張るすよな、みんながね、新井監督もコーチ陣も、うん、そうかそうか。さ
さあ月間要因は中日立浪監督なんですけれども、はい、先月よりかは順位を一つ上げたんですけれども、立浪監督ちょっとね惜しい試合が多すぎるんだよね、うん、まあ、大体1点差のロースコアになるでしょ、はい、うん、まあ、そうなってくるともう腹くくってやらなきゃいけないこともあるし、だけど、まあ、例えばノーアウトランナー一塁、うん、ね、もう終盤になってきていきなり走らせたみたいな、はい、でアウトになったけどもっていう、うん、まあ、だけどそういう采配もできる時もあれば、うん、いやいやここをこれ行くって言ったところもあるし、はい、だからなかなかこう難しい部分はあるんだけども、はい、でもそれもこれもやっぱロースコアになるんで、どうしてもなんかこう迷わない時がないというかさ、はい、だから大変だと思うよ、うん、先月もやっぱ打順が本当に日によって変わってたので、まあ、でもね6月の後半ぐらいから福永を1番、うん、で3番に細さん、うん、4番にカリステ、だからこれがある程度固定しつつあるんで、うん、やっぱ慣れてくると福永も1番に適してないことは全くないし、うん、カリステが4番で大丈夫かなっていう部分はあるんだけど、ね、はい、まあ、彼もコンスタントでね、うん、4番を意識しなかったら、うん、まあ、そんな意識 もう外国人があんまりないとは思うけどもね、うん、でもまあ3番に据えて4番細川でもいいなって思えるぐらい、はい、まあまあカリステも打ってきたし、はい、うん、だからそれをもう変えないでほしいな。そうなんですよね、ちょっと試しにそので頑張って踏ん張ってみるというか、そうだな、下位打線っていうのはある程度こう変えてもいいとは思うけども、うん、上位打線っていうのはやっぱ慣れも必要だし、うん、そのポジションで回ってくるルーティンみたいなものも体で覚えてほしいしね、うん、はい、だからそんなにもう変えてもしょうがないぞみたいな、うん、そんな感じで、そうですね、あとはあのちょっとピッチャー交代の時にちょっともたついてしまったというか、まあまあ、ありましたね、まあ、ファールグラウンドまたいでこっち帰ってくるとか、なので、まあ、ちょっと交代はできないんだけど、できなかったですね、まあ迷わないということだよね、だいぶ迷ってたんだよ多分どうしようかな、そうそうそう食べ込んじゃって、時間があればあるほどちょっと考えちゃうしさ、どうやっぱどうしようかなみたいな、だから帰ってくるまでじっと考えてやっぱ帰ようみたいなそしたらもうこっち来てたみたいなそうですよね、まあ、そんな感じだと思う、そうですね、それがあったもんだからね、次の週かなんかのあの安倍監督とこう、そうだね、休診のもあったから余計になっちゃいましたけれどもね、うん、さあ続いて月間では5位の阪神岡田監督ですけれども、はい、岡田監督もいろんなちょっと悩みというか、まあ、そうだな、起用の悩みやコーチ陣との悩みだったりとかあるのかなっていう、まあ、起用はね桐敷は疲れてんじゃないかなと思うよ、ちょっと打たれ始めてます、まあ、そうだな、だから、まあ、ここら辺もちょっとね考えた方がいいのかなっていうのは、うん、まあ、部分はあるし、岡田監督の中では桐敷選手の立ち位置っていうのは絶対的なもう信頼があるんだよ、ね、やっぱ桐敷がいいっていう、うんうん、だからそこは変えられないんだろう、うん、そうか、まあ、だけど岡田監督っていうのも柔軟な方だというふうに思ってるんだけどね、うん、まあ、だけど、まあ、あんまり打てなさすぎるからな、そうなんです、なので、まあ、先月6月もやっぱり打順を変えてみたり、例えば外してそこに誰かを入れたり、まあ、大山選手を2軍ということもありましたし、いろんなことを岡田監督なりにあの手この手で最善策っていうのはすごく見られたのかな、まあ、そりゃそうだね、うん、だから、まあ、ただいかんせんこう踊るものが踊らないからさ、だからまあ苦しんであってね、うん、これもしょうがないっちゃしょうがないけどね、でも数字を持ってる選手たちが多いから、うん、はい、それを信じるしかないのかなというふうには思うけどもね、そうですよね、ただやっぱりこう、うん、まあ、いろいろ言ったら個人の動きが制約されて、はい、今度は思い切ったことができなくなるというね、うん、藤本サードコーチャーっていうのは、はい、俺は別に下手だというふうに思ってない、うん、まあ、例えば甲子園で万波がファールグラウンドで取って、うん、サードランナータッチアップさせなかった、これなんで行かないのっていうふうには思ったことあったよ、はい、だ思ったけど、うん、まあ、例えばこの前の神宮、これは6月の試合じゃないけども、はい、回して、うん、ホームアウト、並木選手がレフトですね、もうね、これはね相手をねもう認めるしかない、まあ、並木選手と長岡選手のっていう、そう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 ですね、チケプレーですよね、まあ、だけどこれを責任問題にしたらやっぱサードコーチだとできなくなるよ、あの現にあの外れてましたよね、翌日の試合だから、次のとかなんかは、うんうんうん、やっぱね、怖くなるし、回せなくなってきたら、サードコーチャーとして終わるから、あ、そうか、
あとはあの日の試合ですか、ブルペンとの連携もやっぱコーチ陣と取れてなかったっていうことで、まあ、その批判もされてましたけれども、でも責任は監督だからな。そうですね、最終的に。だから最後には俺は取るから、うん、それまで一生懸命やってくれみたいな心境だったんじゃないの、うん、そうですよね。そう。それをあの多分マスコミの記者さんに喋っちゃうと、マスコミを通してコーチ陣がこう公開的な、なんか批判みたいに聞こえるからな。裏でね、ある分にはなんかいいんでしょうけど、まあ、コーチ会議でも相当がっつり言われてるか。そうか。それは間違いない。まあそうですよね、うん、まあね、あの昭和のね、ああいう厳しい野球をやってきた岡田監督からしたら、うん、なんでこうなるのっていうふうなのは、まあ、まあそうだな、あるんでしょうね。それはあるよな。こっちが言わなくても先にそれやってるでしょっていうのもあるのかなと思いますけど ね。さあ、そして6月、実は月間で最下位だったのが巨人、阿部監督なんですよね。阿部監督の采配っていうのはどうでした、6月。変わらないよね。そうですよね、うん、変わらないけど、やっぱり点が取れないよ、うん、相変わらず。で、点は最小限度取ればいいっていうふうに思って進めてるのかなっていう感じはするよね。で、勝つときっていうのは、はい、例えばヘルナンデスのホームラン、岡本のホームランとか、はい、丸のホームラン、吉川のホームランとか、うん、やっぱホームランで決まるゲームって多いのに、はい、どうしてかやっぱバントしたくなるんだよね。あるんでしょうね。まああるんだろうな。ずっとそれを掲げてやってた。まあ、それはそれで一つ手としては、これは間違いではないと思うんだけども、うん、やっぱね、いつも小さなことばっかりやってると息が詰まってこないか。わかります。みんな、うん。だからそういう状態に陥ってるんじゃないかなっていうような気がするよ。今日はちょっと伸び伸びやってみようよみたいな、うんうんうん、ノーサインに打つだけみたいな、はい、一回やってみないようにな。そしたらなんかボコボコちゃって、いやだからどこまで打つか君たちやってごらんと、うん、ノーサインで、ね、今日打てなかったらまた明日からコツコツいくからみたいな。はいはい、ね、まあ、そういうのでもいいし、点が取れないのに点を取れないような野球をしてるな。もちろん状況によってはそういう時も必要な時もあるけれども、いや絶対そうだよ、そりゃそうそう、だけど全体的にな、そうですよね。だからそれでいいのかなっていうのはあるよ、うんですね。ただやっぱり6月交流戦からですけど、6月はやっぱりヘルナンデスがいてくれてよかったと阿部監督はね。そうだよ、いなかったらゾッとするよな。いや、そうなんですよ、まあ、誰か代わりはやってるんだろうけどもね、うん、ヘルナンデスみたいにできたかどうかっていうのは別問題で、うん、まあ、いてくれてよかったなっては思うけどもね。ただ得点を見ると81点得点取ってるんですよ。これ1位84点取ってるヤクルトのついでいいんですけど、逆にこの救援防御率が 3.71 と6チーム中ちょっとすごい数字なので、後ろの系統というかそういうのってどうでした、クローザーとかバルドナードの使い方とか。いや、もう使い方っていうのはもうあれしかないよね、うん、ただ期待に応えられるかどうかっていう、うん、まあバルドナードもやっぱこう疲れが溜まってきてたな。ですよね。あ、だからまあでも中が帰ってきて大社帰ってきてっていう、うん、まあ1月からで、ね、まあ、形はね整ってきたじゃない、うん、そうですね、6月ちょっと苦しかったですかね、まあ、いや苦しいよな、うん、まあ、最初のうちはねバルドナードがハマって、そうなんです、抑えてくれてたけども、はい、やっぱ後半ちょっと疲れてきてるんだよな。ですよね。あとはあのケラーが打たれたりとかっていうのもあったので、ケラーはね、打たれるときは絶対変化球打たれてるな、うん、それあの阪神のときもうそうなんだよ、ね、だからもう変化球投げんなってボールにしとけ言うね。そうですよね。いやいや本当に阪神のときからだったよなと思います。いや阪神のときは変化球は緩むから分かるんだってバッターに。そこはなんかね、阿部監督やあの杉内コーチ陣がなんかね、まあね、うん、まあ、分かってると思うんだけど、多分変化球はボールにしようと思ったんだと思うよ、うん、それにしてもコントロールが悪かったな。そうですね、一発かまされるというね。ただね、阿部監督はやっぱりね、そのピッチャー陣、特に中継ぎ後ろっていうのは非常にね、まあ信頼はしてるな、信頼は置いてる分、ちょっとそういうのが裏目に出てしまった6月だった。でもまあそこら辺で、ね、やっぱり信頼度を置いてくれるっていうのはやっぱピッチャーとしてはありがたいよね。そうですね、うん、やっぱそこはいつも不安を持たれてるんだったら、うん、俺たちやってんのになみたいな、うん、まあ不協和音が出てきたりとかするから、うん、だからそれは認めてるからね、阿部監督はね、うん、それはいいことだと思う。なるほど、はい、さあ続いてパリーグなんですけれども、はい、パリーグはソフトバンク6月月間1位です、小久保監督です。ほぼずっと1位とか2位とかなので、まあ言うことなしだよ、うん、もうないですね何にも。お前6月はお前
山川一本もホームラン打ってないのに、まあ、そこはだって勝ってんだよ。7月出た時にね、6月はすいませんでしたって。いやそうだよ。だホームラン王から、まあ、打点王から、まあ、1位差全部ソフトバンクでしょ。110得点ですもん。圧倒的ですよこんな数字。いやだからもう言うことないよ。そうですね、ちょっとね救援防御率だけ 3.16 だったね。若干思うんだけど、いやそお前ちょっとぐらいさ好きぐらい見せてくれないと。オスナ劇場、いやオスナもうちょっと調整登板させてくれっつってうん、うん、あまり悪いからね、うん、またその時に打たれたのが防御率に反映されてるだけで、あれピチッと言ってたら分からんよ。ですよね、だってエラーも3つしかしてないんですよ。すごいですね国防監督、うん、まあ特に言うことはないと。さあ楽天、楽天が先月の4位から飛躍的に上がりました。まあそうだな、あのやっぱ交流戦でね、うん、一つのきっかけを作って、うん、まあ交流戦後勢い保つかなと思ったら、まあ、だん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 下がってきてるし、まあ若干そうなんですか。まあ今井監督6月交流戦どうでしたか。打順をね一気に組み替えてからっていう手こ入れしてから何か6月ぐっと上がっていきましたけれども、まあ上がるきっかけっていうのは何だったのかなと思うと、やっぱ浅村を思い切って外した試合もあったし、はい、浅村の打順を下げた試合もあったし、そこに誰を入れたかっていったら鈴木大地を入れたりだとか、やっぱ小郷の覚醒、辰巳の状態の良さっていうのもね非常に良かったなと思うね。そうですよね、うん、だから浅村の打順をこう変えたり下げたりしたっていうのが俺は良かったんだと思うよ、うん、本来ならねやっぱりチームを代表する顔の主砲なので、うん、なかなか変えたりとか、まあ、4番とかね3番とか、うん、まあ、なかなかこう変えづらいんだろうけども、うん、でもそこを思い切ってね、うん、6番にしたりベンチに置いたりだとか、うん、まあ、そこら辺の英断っていうのが、うん、やっぱ良かったのかなっていうのは気はするけどね。ピッチャー陣のやりくりに関してはどうでしたか、交代など、まあ、含めてですけれども、中継ぎにしてみればちょっとパターン化されてるかなっていうような感じもするよね。あ、それも自分で掴み取ってきてそのポジションに上がっていったっていう、うんうんうん、渡辺とかもそうですし、はい、ただ早川が安定してたな。安定してましたね。そうでしたね、勝ち星がないんだけどさ、うん、めちゃくちゃ安定してるよ、はい、あとはだからその打たれた、うん、あ、うちか、うちも勝ってるんだけど、うん、もう少し慎重さがあったらいいなっていうふうに思うし、うん、まあ、藤井な、あ、はいはい、藤井がいいよな、うん、藤井がいい、そうだな、ピッチャー陣もちょっと派手さはなくなったけど、うん、安定感はあったという、うん、まあ、そんな感じはするな。そうですね、まあ、6月はね、やっぱりなんといっても交流戦を制したっていう、まあ、そうだな、ね、まあ、そこは大きかったな、うんうん、大きかったですね。さあ続いて3位がオリックス。オリックス先月最下位だったんですけれども、月間順位が、いや、オリックスは上がってきたよ、中島監督、いや、まあ、中島監督もそうなんだけど、うん、やっぱ西川が交流戦で無類の強さを発揮したな、はい、もうセリーグのピッチャーコッパにしたっていうかさ、そうそうそうです、そうです、いや、それでなんていうの、やっぱり西川を4番に据えてるだけあって、うん、西川が打つとやっぱ打順が流れるんだよね、はい、で西川が止まると打順が流れなくなるんだよ、うん、打線が、はい、だからそういった意味ではその西川の、うん、そのセリーグに対しての対応の仕方、はい、これはやっぱり良かったなっていうふうに感じたな、うん、まあ、それに伴って森が帰ってきたりだとか、怪我からね、はい、まあ、それでバッティングの状態も良くなってきた、紅林がいい、うん、ね、太田が相変わらずいいみたいな、そうですね、だから非常に良かったよ。確かにそうですね、先月は、先月はね、うん、あとなんといっても、はい、その防御率が先月は非常に悪かったんですよ、先発も救援もチーム全体も、ただこの防御率っていうところが安定してきてるんですよね、6月。そこら辺は中島監督としてはニューヒーローの佐藤とか斉藤投手をね、先発使ったりとか、まあ、プロ初勝利はな、はい、2日連続で作ったりだとか、うん、まあ、小田島、記録を作りましたよね、そうそうそうとか、はい、まあ、若い選手が躍動したというかね、ピッチャーでは、そうなんですよ、まあ、そんな感じがするよね、そう、大胆に起用した、まあ、怪我人も多かったっていうのもあるんですけど、うん、それがピタッとはまったっ、まあ、そうだな、うん、で山下晋平太も5回1安打みたいな、はい、1失点みたいな、うん、完璧な投球も見せた時もあったし、そうですね、うん、うん、まあ、だからオリックスはこれから上がってくるんじゃないかなって思う。
あの中島監督はねやっぱり優勝を何度も経験させてるチームを率いてる監督なので、確かにそうですね、さらに上がってきた、まあ、やっとメンバーが揃ってきたっていうような感じがするよ。先々月まで5月まで苦しかったですよね、まあ、苦しいと思うよ、うん、さあロッテは5月は1位だったんですけれども、6月は下がって4位というふうになってしまいました。ちょっと吉監督勢いが止まった感じなんですか。投手交代をしてもいい時にやっぱりピッチャーの監督ってピッチャーに頑張らそうとするな、ね、伸ばすというか、うん、だからまあ谷内でも、はい、ここで限界でしょって思うところを引っ張って次の回でやられるとかさ、はい、まあ、そういうこともあるし、だからやっぱこう理想を掲げすぎるかなっていうような感じですよね。そうピッチャーに対してもピッチャーに対してピッチャー出身の監督だけに、うん、これはもう行かないとみたいな、それは行ったら強くなるだろうなと思うけど、うん、だけどもう1イニング30何球投げてて、うん、もうそのまま終盤に差し掛かってて、うん、相当負担があるだろうなと思いながら見てたら逆転されちゃったとかさ、うん、まあ、確かに種市より信頼できるピッチャーがじゃあブルペンにいたのかっていうと、うん、まあ、その時はそうじゃなかったかもかな、はい、だからそれは一概に言えないけど、うん、相対的に変えないな。そうですね、やっぱピッチャー監督野手もか、ここで代打行けばどうなのみたいなところでも行かない、うん、そうか、それがなんかちょっと6月は後手後手に回ってしまったの、まあ、そうだな。あとはまあ佐々木朗希投手が6月またいなくなってしまうっていう、まあ、そうだな。なのでやりくり、じゃあ先発誰どうやって回していくっていう感じ。おかしくなったのはね、多分6月だったと思うけど、うん、あの藤岡が9回ツーアウトまで勝ってたんだよね、うんうん、で最後のバッターのセカンドゴロ弾いて、はい、いやそれで同点になっちゃった、うんうん、で延長になって引き分けたんだけど、はい、そっからチームとしてはちょっとおかしくなったのかなっていう感じです。でそれがなんか勝ちきれないという、あ、なんか一つのきっかけが、まあ、きっかけはね、あるよやっぱり、勝負事だからね、はい、さあ5位日本ハム、6月は月間5位になってしまいました。5月は3位だったんですけれども、ちょっと新庄監督どう見てましたか。まあ、チームが全体的に疲れちゃったな、走ってきた分なんですか、ね、まあ、そうだな、まあ、全力で脇目も振らず走った結果が、うん、まあ、こうなったのかなという感じはするよね。新庄監督の6月っていうのはどんな風に映ってましたか。まあ、いろんな、ね、言葉とかで鼓舞したりとかありましたけれども、やっぱり日本ハムは勝てるチームだと思い出した球団がたくさんある、うん、だからセリーグのピッチャーでも表ばっかり来たもんね。そう、当てられてきましたもんねいやだからこれは苦しかったと思うよ。それはそのぐらい打ち破っていかなきゃいけないんだけど本当は、うん、だけどやっぱ疲れてる時にそういうピッチャーが来られると思う、うわーと思うよね、うん、だからそういったところも苦しかったんじゃないのかなっていうような気はするけどね。そうですよね。でもね、やっぱ若手だったりとかこれからの選手が多い中で、こうなんとかここで踏みとどまろうみたいな感じで新庄監督もいろんなあの手この手で一生懸命頑張ってたのかなっていうのは旗から見てもね思うんですけど、まあ頑張ってるけどな、うん、頑張ってるけどこれは結果に出ないとしょうがないからな。いや頑張りを見せてると思うよ本当に、うん、だから結果がさ2対1、1対2、1対2とかさ、はい、負け越してもなんかストレスたまるし、勝っててもストレスたまるし、そうですよね、だから悶々としてるよね。確かにな。あとあのやっぱちょっと後ろのピッチャー陣が疲れてきて、田中正義投手であったりとか、うん、ちょっと後ろ救援防御率も上がってたので、そこら辺は新庄監督が疲れが来てるのかななんて見ながら思っていたのかなとかいうのもありますよ ね、うん、まあ、だから日本ハムのやりたい野球っていうのが形としてなかなか現れなかったって、まあ水野の怪我も大きいな、うん、痛かったですね。痛かったで水野が怪我することによって二遊間のバランスを崩したよね、はい、で水野の力っていうのはものすごく大きかったんだなっていうのを改めて感じたし、その水野がいなくなって二遊間の編成をちょっと変えたとしたら、うん、ゲッツが取れなくなった時期もあったしな。あ、本当にナイーブなんですね、まあ、そう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 、だから、まあ、そういう意味ではすごく苦労はしたな。
ただ あれで上がってきた福田選手、上がってきた日ヒットしましたけど、耳元でね、ここで打ったらマンション買ってあげるからってマンションはどうなったんだろう。いや、まあだけどそのままこう持続して状態が良ければいいんだけどさ、やっぱり二遊間っていうのは打つだけじゃなくてやっぱ守ってくれなきゃな。確かに水野っていうのは素晴らしいプレーもしてくれてたから、はい、やっぱ抜けてより存在感を感じるな。ですよね。だからちょっとトスの乱れでゲッツーが取れなかったりだとかさ、うん、まあ、そういうところが1試合に2つあったりとかして、せっかく山崎福也が打ち取ってるのに水漏れを起こすという、はい、まあ、試合の途中で二遊間変えちゃったけどさ、2人ともね、だからまあそういうところもあるしね、はい、まあでも7月入って貯金がなくなって5割から、うんうん、また開幕だっていうようなことで、はい、まあ、非常に貯金1を作る試合っていうのは素晴らしい試合ができてるしね。そうですね、またちょっと戻してくるかなっていうような気はするけどな、うん、なんせねちょっと6月が6勝14敗だったので、はい、っていうことですもんね。さあ最後はやはり西武、うん、ということで交流戦から渡辺監督代行がされてますけれども、はい、どうですか戦い方というか采配というか。まあ、再編うんぬんじゃないな、ね、やっぱこう開幕からずっと流れてきた負の連鎖というか、なんか流れの悪さというか、そういうのをいつまでも払拭できないまま来てんのかなという感じがするよね、うん、そりゃさプロ野球だもんさ、連勝することだって3連勝ぐらいはするよ、うん、しましたよね、はい、だけどなんかそれをはたかも大型連勝みたいな感じでね言われる事態でもうちょっとな同情が入ってるしな、うん、ダメかなって。またエースは相変わらず勝てないでファーム行ったしさ、はい、無期限できましたね。そうだな、で変な記事も出るしな、また、ね、それも7月入ってからですね。あれは7月か、先月ではなかったんですが、あとはどうですか打順にしても、何かこう豊さん的にその渡辺監督が出している打順というのはその未来を期待できるような。まあまあそうだな、ある程度小玉とかね、うん、滝沢だとか、はい、まあ、ちょっと小粒だけどもね、うん、ただ西川だとか山村だとか、はい、そういう選手の名を連れ出したし、そうですね、だからそういった意味では来季というか将来に向けてね、うん、まあまあ希望は持てるかなっていうような感じがするよ。ですよね。あと若林選手と松原選手とトレード、トレードあったな、はい、松原選手、まあ、右と左を変えただけかみたいなことも言われるけど、ね、富谷さんから言われましたね。まあまあただ西武にとってはハマればいい1番バッターができるということだし、うん、はい、で西武の本当に課題っていうのは打線の中では1番の誰が打つかっていうことがね、うん、まあ、最大のテーマだったけども、まあ、ハマってくれるといいな。そうですよね。で若林っていうのはやっぱ勝負強さは持ってるし、うん、巨人に行って勝負強さを発揮できればいいなっていうふうには思うけどもね、うん、ただ西武はこのままじゃやっぱりダメだし、このままじゃ光は見えないし、うん、やっぱこう襟を正した方がいいな。それはプレーだけじゃなくてっていうことですよね。そうだな、まあ、社会人として肌っていうのがものすごく俺も期待をしてて、うん、ピッチャーで、はい、で取り上げたこともあって、うん、若手の逸材みたいな、はい、だから1回2回投げたぐらいで金髪にしててみたいな、うん、いや俺いいんだよ、はい、いや俺はねそんないいんだよ、うん、いいけども社会人としてこれからって言った時に人はどう見るんだっていうことだよね、うんうんうん、で最下位のチームで自分がじゃあ何を成し遂げてるのかって言ったら何もない、うん、そういった時にそういうところに気が行くかって、うん、本来であればそうですけどね。いや違うところに気が行ってほしいのに、そんなに野球選手って毎日練習もするし、そんなにそこに気が入ってどうするんだろうみたいな、うん、って思っちゃうのよ。まだ古い人間なのかもわからないけども、だけど古い人間だって言うけどやっぱ周り見てて評価するのは我々の年代だからね、うん、まあそうですね、うんうん、で他の球団がじゃあどっち取るって言ったら金髪じゃない方って言うよなるほど、ね、まだね、まだ、そうかそうか、いやなんかね、まあ、古いのかもわからないけども、だけど俺はなんかひたむきにやる姿勢ってそういうことではないと思う、うんうんうん、なんかもうプレー以外のところもっていうところに西武はなってきちゃってますね。まあそうだな、だからまあやっぱり全体的にそういうなんか問題のある、うん、
なんか騒がせるって言ったらそうなってきてやってるじゃない、うん、なんかで、あ、またセーブかっていう、はい、またセーブ、いや本当ね、だから弱かったら弱いだけにそういう隙を見せない方がいいなと思うよね。そうですね、チーム作りしていかなきゃいけないですもんね、これで。チームがそういった時にそこに気が入ったりだとかするっていうのが、うん、だからチーム思いではないなっていうふうには思っちゃうんだよね。それやっぱりその、ね、今監督代行ですけれども、渡辺監督代行だったりとかがチームミーティングで言ったりっていうことが必要になってくるっていうこと。いやそうだと思うよ。うん、だからまあ戦う以前に、まあ、そういうふうにした方がいいんじゃないのかなっていうような気はするけどもね。まあ、12チームの、ね、監督総評、まあ、ちょっとチーム総評も入りましたけれども、なんかあれですか、12チームでなんか一番光ったっていう監督って豊さんの中で一人挙げると誰かいらっしゃいます？まあ、一番セリフで終わったのは DeNA の三浦でしょ、うんうん、三浦でも三浦はちょっと控えめにこう構えてたよね、はい、うん、だからあんまり出しゃばらないで控えめにしてたし、うん、で高津監督も勝ち出してからこうちょっと引くような感じになってきて、目立ったのは岡田監督だよな、うん、良かれ悪かれなんかそうなんですよね。そうそう、まあ、阪神だからっていうのはあると思うんですけど、まあまあそうだよね、うん、で阿部監督は相変わらずちょっと引き気味におるし、うんうん、だから目立ったのはやっぱこう岡田監督かなっていうふうに思う、ね、目立った意味ではもうそうですね、良くも悪くもって感じなんですかね。でパ・リーグの方はやっぱこう中島監督の、うん、まあ、采配というか、はい、まあ、そういうのがこう前に出てきたかなっていう、まあ、選手が揃って、うん、まあ、投手もある程度投げてくれると、まあ、そういうことができるようになってきた。そうですね、まあ、新庄監督がちょっと控えめにいたからね先月は、うんうん、まあ、前になかなか出るチャンスもなかったというかね、まあ、だからちょっと引いてたけども、うん、やっぱ中島監督が勝ってきた監督だなっていうのはちょっと感じたけどね、余裕ですよね、まあ、そのあたり、まあ、12チーム今月7月はね、あのどんな采配を、はい、あの各チームの監督が振るうのか、またあの7月の最後8月の頭に監督の総評をやるので、はい、ちょっとね采配も含めつつ楽しみにしたいです。はい。